財布を着ている日本人なのに名前がジョイっていう少年ですね。ジョイくん、ジョイくんこっち向いてくださいよ。ジョイくんはね、恥ずかしがってますけどね。で、このジョイあ、今キースくんが出ました。ジョイくん、今日ジョイくんと一緒に頑張っていきたいと思います。6時ぐらいに病院行ったのかな。はい、じゃあまあジョイくん頑張ろうか。はい、というわけでジョイくんはね、モノマネが得意で、あれ、ジョイくん誰のモノマネが得意だったんですか。僕は笠原の高校君から聞いたギターのチャムランジョワリーガーと聞きますけども、あ、今日はチコちゃん、練習がやったんですね。あ、何の練習かというと、女性を腰に乗せて振る練習。はい、とってもまあね、コミカルなジョイくんですね。まあそんなジョイくんと今日は一緒にやっていきたいと思います。はい、青い服、黒っぽい青の服を着てるのが前回前動画に出てくれたキースくんですね。キースくんでね、今サッカーしてるんですよ、みんなで。で、今日はなんかまあいろいろサッカーのしながらいい動画の撮れたらそれアップしようと思います。意外とね、キースくんね、サッカー経験ないのにすごい上手なんですよ。で、ジョイくんはそんなには上手じゃないですね。やめて。お、びっくりした。はい、またすぐやらかしてね、ジョイくんは。ジョイくんサッカー下手ですね、本当に。やっぱね、ここはキースくんにやってほしいところですけどね。ジョイくんは全然ボール渡しませんね。まあ、でもジョイくん柔道すごい上手なんで、またね、柔道別で動画を撮ってほしいですね。動画撮りたいですね、ジョイくん。あ、ジョイくん、なんか面白いことしよう。もう言葉に出ないぐらいすごいですね。なんかまあ別の意味でですね。ほら、なんだ。動画を見ていただいてありがとうございました。並びにコメントや高評価、チャンネル登録などお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。